まず我々が訪れたのは韓国ソウルにあるインチョン国際空港。そこにいたのは若い女の子たちの集団。話を聞いてみると、ダンスとか歌うのが好きで、それをなんかいっぱい学べて自分のためになるなと思ったので、韓国のアーティストが好きで、自分もそういう人たちみたいになりたいなと思って。おしんちゃん。そう、彼女たちこそアイドルを目指しはるばるこのソウルまでやってきた女の子たち。彼女たちが参加したのは K-POP アイドルを目指す日本人のために企画されたオーディションツアー。3泊4日のこのツアーでは本場のダンスレッスンを受けることができ、しかも最後は韓国の芸能事務所のオーディションを受ける権利まで用意されているというのです。お値段は航空券代別で9万円。さあ、彼女たちが早速向かったのは韓国の若者が集う街ホンデ。到着早々いきなり始まったのはダンスレッスンです。先生一人に対して参加者は20人。踊るのは有名 K-POP アイドルのダンスです。彼女たち本気でプロを目指しているということもあり、そのほとんどがダンス経験者。その中でもひときわダンスがキレッキレの女の子を発見。石井萌ちゃん18歳、現在高校3年生。千葉県の高校に通いながらアイドルを目指す彼女。普段は週2回、都内のスタジオでダンスのレッスンを受けています。小学生の頃に少女時代やカラに影響を受け、芸能界に憧れていた萌ちゃん。でもなぜ日本ではなく韓国なのでしょうか。何よりダンスかっこいいし、踊りがこう、踊りがまず好きなジャンルなんですよ。 K-POP っていうのが結構好きで、ずっとこういう踊り踊ってみたいなって思ってて、韓国のはやっぱり難しい。もっと日本のもきっと難しいけど、もっとそれより難しい。 K-POP アイドルになりたい。しかし萌ちゃんは翌日この夢の厳しさに直面することになるのです。2日目に訪れたのはワンミリオンダンススタジオ。実はここ韓国ナンバーワンとの呼び声も高いスタジオ。毎回レッスンの最後にダンスが上手かった人たちをピックアップして踊らせ、 YouTube に動画をアップ。その YouTube チャンネルの登録者数なんと790万人以上。つまりこの動画に映ることができれば世界から注目されるチャンス。レッスン参加者の多くは現地の韓国人。そこに日本人の参加者が加わり、およそ50人ほどで行われています。憧れのスタジオということもあり緊張気味の萌ちゃん。周りの受講者のレベルの高さに少し圧倒されてしまったようです。やばいです、レベルが違います。日本でやってるレッスンの韓国でデビューするにはオーディションに合格後、練習生として事務所に所属、歌やダンスなどの技術を磨いていきます。しかしそこからデビューできるのはほんの一握り。だからこそチャンスにつながる YouTube チャンネルのメンバーに選ばれることはとても意味があるのです。そしてこれがその時アップされた動画。どうやら萌ちゃん含めツアー参加者は選ばれませんでした。すごすぎて、周りも上手いし、自分がどんだけできないかみたいなのが分かって、途中で心折れて途中でもう、あ、踊れないって思って、ピックアップされてる人たちがみんな上手くて、まあそりゃそうだよなって感じた K-POP のレベルの高さ。
そもそもそんなにうまいなら日本人なんて入れる必要ないじゃんと思う人もいるかもしれません。しかし K-POP 界では日本人を求めるわけがあるのです。お話を伺ったのはあの TWICE の振付師で TT ポーズの生みの親ダンサーのリア・キムさんです。韓国の K-POP 自体もグローバル化の流れになっていて、日本の市場での活躍を望んでいます。日本の市場拡大へのステップアップの必要性を感じているので、日本人のメンバーは需要があると思います。例えば去年紅白に出場した TWICE は9人中3人が日本人。日本をターゲットに考え日本人を入れ、中国をターゲットにするならば中国人を入れる。つまり世界での市場拡大を目指す韓国芸能界にとってそれは一つの戦略だといいます。もちろんそれだけでなく、日本人には他の国の女性にはない魅力もあるようで、韓国人女性は堂々としていて、強さの中の可愛さだとしたら、日本の女の子たちは何をしなくても可愛いものを持っているんです。違う魅力だと思います。種類の違う可愛さなんです。そしていよいよ明日はオーディション本番。韓国でのコミュニケーションも考え、ちゃんと韓国語を勉強してきた萌ちゃん、果たして日本人の良さを武器にオーディションに受かることができるのでしょうか。いよいよオーディション当日。でも実はこのオーディション、これまで500人もの日本人が挑戦してきましたが、通過したのはわずか5人。その確率およそ100分の1の超狭き門なんです。審査項目は歌、ダンス、そしてフリーパフォーマンスの3つ。事務所関係者たちはその様子をスマートフォンなどで撮影、厳しく審査していきます。果たして萌ちゃんは。こんにちは、チャンネル萌です。こんなんか最初入った瞬間カメラがブワッて出されてめっちゃ怖かったあれは誰を撮っているのかみたいな。こうしてツアーは終了。結果は2週間以内に出る予定です。萌ちゃん、二次オーディションに進むことはできるのでしょうか。2週間後、多分連絡が来てないのでダメだったんだと思います。落ちたことは結構悔しいし、普通に残念な気持ちも強いんですけど、これをまた次につなげていけたらなって思ってます。萌ちゃん、今回は合格することはできませんでしたが、 K-POP アイドルになるという夢を諦めることはなく、高校卒業後は韓国に渡ることが決まったそうです。と、アイドルになるということは彼女のように夢を抱いて頑張る人をイメージしますが。